はい、アメ車ワールドの公式 YouTube チャンネル、こちらですね、広島のナッツモーターカンパニーさんのデモカー、C7Z51 スーパーチャージャー、2014年モデルのディーラー車ベースのカスタムカーです。こちらをですね、製作、責任者の太田工場長に説明していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずエンジン、こちら、C7Z51、ノーマルは当然 LT1 466馬力ですが、一目瞭然スーパーチャージャー、エーデルブロック製、はい、こちら容量は2.7 ぐらいですか。いや、そんなにないですよ。 2.3 ですね。一応設定の馬力はどれぐらいになるんでしょう。650馬力、ということは C7 の GO6 とほとんど同じぐらいになります。ということですね。さらにこちらボンネットに、シースルーの小窓が開いております。こちらの C6 の GO6 なんかもこういう風になってますが、こちらこういうボンネットは売ってないですよね。売ってないです。うちオリジナルになります。これはワンオフ加工。そうです、カーボンフードの穴開け加工、オリジナルの高額なカーボンフードに穴を開けた、はい、でこれアクリル、アクリルですね、の窓をつけて、外から見えるように、はい、ちょっとボンネット閉めてみていただきますか。なるほど、これはかっこいいですね。あとやっぱり目立つのはこちらのワイドボディ、かなりワイドになってますが、これサイズ的にはどのぐらいあるんでしょう。片側10センチとかあります。4インチぐらい出してると思いますね。やっぱ片側10センチで、両側で20センチぐらいってことは軽く2メーター超えてますね。2メーター10超えてますかね。10ぐらいか。10ぐらいですね。すごいですね。これここまでワイドなボディになると、通常のサイズのタイヤホイールだと相当内に吹き込むと思うんですが、ただホイールを見るとこう特別リバースホイールとかでもないですし、これはスペーサーか何かで調整されてるんですか。そうですね、基本的にはワイトレを入れて、サイズ、タイヤのサイズ的にはもうこれ本当に性能重視のサイズですよね。そうです、18インチにわざと落として2853518、これちらのアドバンスオートの超軽量ホイールですね。でただ本日はドラッグレースをやってたんで、リアはレイズドラスリが入ってますね。33530R18、通常はこちらもフロントと同じホイールがついてるわけですね。そうです、サイズは全く一緒です。33530-18、はい、に今回はマグダン、マグダン、はい、はい、でインテリア、フルバケットシート、4点式シートベルト、ステアリングやメーター類はノーマル、特に変わってないですね。追加でブースト系をつけてます。ブーストメーター、あ、こちらですね。ミッションとかも基本ノーマルですか。基本的にはノーマルです。こちらノーマルから200馬力ぐらいパワー上がってるわけですが、はい、ノーマルの 7MT は持つもんなんですか。全然、うん、容量的にはミッション自体は大丈夫なんですけど、やっぱりクラッチは、容量はやっぱオーバーしちゃうんで、ここは変えないといけないところですね。いわゆる強化クラッチみたいなやつですかね、はい、ロールゲージとかは特に入れてないんですね。入れてないです。以前 C6 でデモカーを作りになった時にはかなりごついロールバー入ってましたけど、はい、C7 はやっぱボディ剛性的に C6 とかよりも良かったりします。すごくいいんで、とりあえず周回もこれで十分走れるよ、走れますね。ミシミシとか言わない、はい、まあそうですね、 GO6 や GR1 基本同じボディなわけですもんね。こちらマフラー、パッと見出口はノーマルっぽいですが、これリアマフラーノーマルです。あ、対向後ろノーマル。ノーマルです。最近のノーマルすごく性能がいいんで、センターパイプとかキャタライザーは変わってます。あ、そっちを変えてるんですね、はい、であえて出口はノーマル、はい、ヘダース中間を全部変えて
あ、ヘダースは変えてるわけですね、はい、でちょっとボン、トランクを閉めてみてください。こちら大型のカーボン GT ウィング、もうこれは基本周回サーキット走行用ですよね。そうですね。で、ワイドボディに隠れて見落としがちになりますけど、サイド、あとフロントも、カーボン製のエアロですね。そうです。こちらは、GO6 用とか GR1 用とかじゃなくて GR1 スタイルですね。 GR1 スタイルですね、はい。足回りはこれどういう足回りなんでしょう。足はですね、まずブレーキは AP が AP レーシングのブレーキ、はい、ローターもですね、はい。で、サスペンションがこれは LG ですか、ね、LG を入れていますね、はい。車高調、車高調です。前後とも LG LG です。皆さん最後までお付き合いどうもありがとうございます。あと10分ほどでですね、こちら赤いテントの、本部前、こちらあと何か、ポイントってありますか。表彰式をさせていただきたいと思います。この車両ディーラー車、通常の正規輸入のディーラー車 Z51 をベースに作ってるわけですが、はい、これ別にベースがスティングレイでも、GS でも同じように作ろうと思えば作れます。作れます。はい、こちらのデモカ、さすがにこれと全く同じ仕様にするっていうのは普通の人は難しいと思うんですが、こちらのボディキット、ワイドボディキットとフルエアロー、こちらを、愛車につけたいという場合、だいたい予算的にはどれぐらい見ておけばいいでしょう。約150万ぐらいになります。それパーツ代、はい、塗装代、はい、込みです。組み付け工事込みで、はい、込みです。150、エレノア作るのが100万円ぐらいっていう話ですけど、それを考えると安いですね。そうですね。でただこのワンオフのボンネットに関してはまた違います、ね、これが違います。まあ完全な特注。そうですね。もうこれをされたいという方はもう要相談ということで、そうですね、はい。であとエンジン、こちらの、まあ、エーデル製同じようなスーパーチャージャーキットを組みたいという場合、はい、パーツ代、キット代、取り付け、セッティングまで含めて大体どれぐらい見ておけばいいですか。大体200万円ぐらいを見ていただければ。200万円ぐらい、はい、でもうそのまま走る状態にしていただいて、はい、で、キットの設定通りのパワーにはしていただければ、ね、基本的には、はい、はい、ありがとうございます。ここからは、ナッツモーターカンパニーの連結です。まあ、当選が、これでは、ボラスター、8の8秒台です。さあ、好タイムが期待できることと、あ、すいません。